さにはなれ、これが。ライブが盛り上がっていい、そしてさ。Thank you.
のさえずりが聞こえますね。ねえ、二人きりでどこか行かない？って、嘘。私たちが本物のアイドルになれるかどうかは監督の双肩にかかってますのよ。
みんな準備いい？みんな、お疲れ様。もっと練習頑張るぞ。成長を感じるね。基本的なことから始めようか。
あの感動が蘇ってくるのです。どのストーリーを見たいのです？ねえ、ちゃんと帰る方法を探してくれるんでしょうね。もし探すってのが嘘だったら。それはちゃんと探す？そう、ならいい。本当に変わった場所よね、ここ。猫耳に犬耳に魔法にアイドル、目に入る情報が多すぎて理解が追いつかない。はあ、早く帰りたい。帰って龍二や北村くんとご飯食べたい。ん？何この匂い。え、クレープ屋さんここにもあるの？え、クレープ屋さんだけじゃなくて商店街や公園もある。それじゃあ商店街行きたい。あ、その前にクレープ食べたい。買ってくれるの？やった。何してんの、早く早く。この後はコンビニに連れてってね。私肉まん食べたい。いいでしょ、私は知らない世界に来て不安な女の子なんだから。食べ物くらいおごりなさいよ。ん？文句あんの？ない。じゃあ早く買ってきなさい。シンフォニアさんたちとの物語なのです。シンフォニアさんたちとの物語なのです。エクセリカハイフォート。私も集めているので。
な場所に連れてこられたもん。みんな準備いい？みんな準備いい？うまくできた！
ごくない？もっと練習頑張るぞ。みんな準備いい？
みんな準備いい？